ファン必見。平野潮のダンスに隠された予測不能の真実。驚愕。リハーサルではない、平野潮の驚きのダンス動画解剖。新たなるダンスの世界に足を踏み入れる。そのきらびやかなる一歩、まるで宇宙を舞台に紫輝くんの踊りが宇宙飛行士のように舞い踊るかのようだ。彼のダンスは、ただのダンスではない。それは魂の公共曲であり、感情の嵐を呼び起こす魔法のようなものだ。 スマホ画面に指が触れた瞬間、新たなる不思議な世界が広がっていく。ヒラ仕様、ヒラ仕様というナノダンサーのきらびやかな踊りが、そのまま画面からこぼれ出てくるかのようだ。彼のダンスは、まさに芸術の極みだ。一歩踏み出すたびに、新たなる感情が心に宿る。ああ、こんなにも美しい世界が存在したなんて、と簡単の声がこだまする。だが、この驚きは尽きることがない。なぜなら、 彼のダンスは常に進化し続けているからだ。その瞬間、私は紫輝くんのファンになった。しかし、彼のダンスがいつから始まったのか、その練習の様子はどうなのだろうか、リハーサルの様子は一体どのようなものなのだろうか、これらの疑問が私の心をかき乱す。そんな時、ある友人が私に教えてくれた。彼女は、彼のダンスがリハーサルから始まることを知っていた。彼女の言葉によれば、 彼は日々精進し、ダンスの技術を磨き続けているという。その情熱に触れ、私の心はさらに彼に惹かれていった。そして、ついに彼のインスタグラムに初めてのダンス動画が投稿された。その美しい動きに心が打たれ、私は言葉を失った。彼のダンスは、まさに彼らしいものだった。そのきらびやかなる踊りは、彼ならではのものだった。そんな彼のダンスに魅了された人々の声が次々と上がっていく。 彼のファンたちは彼のダンスを称える言葉を送り続ける。その数々のコメントは彼のダンスがどれほど多くの人々の心を掴んでいるかを物語っていた。そして彼のダンスには特別な意味が込められていることを知った。彼のダンスはただのパフォーマンスではない。それは彼の真の声であり彼の魂の叫びだった。そのダンスには彼の情熱と努力が込められているのだ。 しかし、私は彼のインスタグラムの通知が届かなくなっていることに気づいた。不安になり、彼のインスタグラムをチェックし続けた。すると、ついに彼の新たなダンス動画が投稿された。そのきらびやかなる踊りは、私の心を癒してくれた。彼のダンスは、まさに魔法のようなものだ。その美しい動きに心が打たれ、私は彼の虜になってしまった。彼のダンスは、まるで宇宙を舞台に繰り広げられる物語のようだ。 そのきらびやかなる踊りは私の心を魅了し続けている。彼のダンスにはどんな意味が込められているのだろうか彼の心の声がその動きに込められているのだろうか私は彼のダンスについてさらに知りたいと思った。彼のダンスがどんな物語を語っているのかを知りたいと思った。そして私は彼のダンスがどれほど多くの人々の心を掴んでいるかを知った。彼のファンタシーの声が 彼のダンスがどれほど特別なものであるかを物語っていた。彼のダンスはまさに魔法のようなものだ。しかし彼のダンスは常に進化し続けている。彼の情熱と努力がその動きに込められているのだ。彼のダンスはまるで彼の魂の叫びのようだ。その美しい動きに心が打たれ、私は彼の虜になってしまった。最後に彼のダンスがどれほど多くの人々の心を掴んでいるかを知った。彼のファンたちの声が 彼のダンスがどれほど得